はい、皆さんこんにちは、タカです。今年最初の万年筆はアリエクスプレスからということで、はい、こちらすごいよね。こんな箱に入って、これはね12本入りなんですよね。キキュートっていうのかな、うん、あれですね、ツイスビーもどき、うん、っていう感じかな。まあとりあえずちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じ。なるほど。ちなみにね、これ何色が入ってるかっていうのは、ランダムって書いてましたね。これ色何種類あるんだろう。なんかあとは透明もありそうだけど、まあでもそのぐらいしか種類はないのかな。3色ずつ入ってますね。ちょっと白を取り出してみたいと思います。お、なんだろうこれ。全部1本ずつのバーコード入ってるんだ。あ、もしかしてこれあれ、これで小分けで販売してねみたいな、なんかそういうこと。うん、ランビトーって書いてある。これメーカーランビトーなのかな。あ、ちょっと見えないね。ランビトー、うん、もうなんだろう、ランビトーの3059ですね。すっごいなんかここの赤いのとかね、もうツイスビー、すっごいツイスビーっていう感じ。うん、ピストン吸入式。よいしょ。はい、ここにツイスビーエコです。これツイスビエコ、これランビトー。はい、よく似てるけどランビトーの方がちょっと長いですね。でこのペンクリップのところも少し違う、うん、このマークもまあちょっと違うけど、ものすごい意識してるのは確かですもんね。ただペン先はね全然違いますね。ツイスビエコに対してこのランビトーの方はなんだろう、よくあるラミーっぽいというか、うん、まあドイツ系の万年筆の2部にそっくり。ドイツ系ってわけでもないですよね。うん、こっちのツイスビーの方はね、こういう形の、まあ一般的なよくある万年筆のペン先っていう感じかな。これね、あ、ちなみに12本入りで2000、ちょっと待ってよ、2517円で買ったんですよ。なのでまあ1本200円ぐらいですよね。うん、
安いんじゃないでしょうか。うん、これで書き味がどうか分かんないですけどね。ちなみにこれペン先は F2 部です。ね、これネジ式だからキャップ乾きに強ければね、書きやすければこれもありかなという万年筆になりそうですけど、ちょっとね白を今開けたんだけど、あのこのツイスビエコと比較しようと思ってね白にしたんですけど、よいしょ、ちょっと赤使ってみようかな。それではねペリカンのブリリアントレッド入れてみたいと思います。そうそうそう、ペン芯がね透明なんでインクは綺麗に見えますよね。はい、それでは書いてみます。ああ後ろにキャップはねスコッっていう感じではまりますね。うん、でもうんどうかな。でここ、このピストンのここ少しね遊びがあるっていう感じ、カポカポカポッと。うん、まあこれは特にインクのまあなんか隙間とかその辺では関係ないんでしょうけどね。うん、少し遊びがあります。はい、お、ふん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 、うん、結構書きやすい感じはしますね。ね、カリカリ感は少ないです。ちなみにこれ箱にはねこうランビトって書いてますけど、検索ではねこれで出てくるかどうかはちょっと微妙な気がするんですよね。キーキュートうん、12ピース。なんかもうこの辺で出てきそうな感じはしますけどね。うん、ハイクオリティファウンテンペンって書いてます。2500いくらだっけ、17円か。12本でね。
ああ、なんかだんだん書いてるうちに書きやすい感じが増していくような気もする。うん。ね、これ F2 部、まあ F2 部って感じですね、これはね。ペン先にも F って書いてますけど。うん、どっちの方向でもちゃんと書ける、これ結構いいかも。書きやすさは十分で、まあツイスビーエコとね、見た目はすごく似てるんですけど、実際見るとツイスビーエコよりも安っぽく見えます。キャップのなんだろう、まあプラスチックなんでしょうけど、質感がねこっちの方がやっぱり安っぽい。まあこの文字も安っぽいんだけど、うん、ツイスビーエコの方がねずっと高級感はあります。あ、でちなみにツイスビーエコこれねかなり今使ってないんですけど、多分書ける。うん、このねツイスビーエコ、インクの乾きには相当強いです。とりあえず僕の持ってるこれはすごい、うん、ほんとすごい。はい、ちょっと余談でしたけど、うん、これと同じように、乾きに強ければね、これはいいな。ちょっと書きやすさはね、うん、十分、引っかかりが全然ないし、ありだと思いますね。まあさすがに12本もいらないと思うけど、まあバラでも売ってるでしょうね。なんかちょっとね12本セットっていう、なんかそこに惹かれて買っちゃったっていうのもあるんですけどね、うん、面白い万年筆だと思います。